はい。それでは、行列式の定義ですね。性質を使った、性質として、特徴付けとしての定義ですね。具体的な式の形はまた後でやることにして、特徴付け、性質を使って定義していきます。2次や3次の行列式と同様にですね、N 次正方行列全体に対して何かある数を対応させる写像であるというふうにして考えます。 で、え D, MNR から R。つまり N 次正方行列全体から実践の対応者 D がですね、行列式であるというのは、各列に関して多重線形であると。2次や3次の場合にやったように多重線形性があると。で、しかも A の列のうち等しいものがもしあれば、0になる。ね、対価性ですね。それから入れ替えるとマイナスになる。 交代性ですねこの2つは1の多重線形性があれば同値になるということですが一応ここでは両方の形で載せておきますそして3番目に単位行列の値は1である単位行列の行列式の値は1であるということですねこの本質的に3つなんですけれども4つの条件を満たすものを行列式と。 ただし1と 22a2b ですねこの2つを満たすものは行列式の定数倍になるということですねで3番によってその定数倍が何倍かということが決まるわけですつまり en における値がもし仮に3だったとすると d っていうのは本質的に行列式の3倍の値というふうになるわけですね はい、一応こちらに 2a と 2b の同値性についての証明が書いてありますけれどもここでは詳しい説明は省くことにします。定義に基づいた計算として今の定義に基づいて実際に行列式を計算しましょうと30の場合には既に性質としてやっているわけですけれどもこれを見ていきましょう。 例えば1243611257という3つの列を持つ三次正方行列の行列式っていうのを考えたときに3611というのは124の3倍と00-1の和であるということでこの2列目に関する線形性を使ってこのように分けることができます。 そして、124124という同じものが出てきましたから、ここで対価性を使って、ここが消えるということを使うと、このように計算することができます。同様に257も124の2倍と013なので、このように計算できます。で、こことここを入れ替えると <laughs>、 まあこのようにですね、i 列の c 倍を j 列に加えても普遍という性質があるので、これはつまり列基本変形に関する行列式の性質を意味していることになります。で、入れ替えてマイナスになって、そしてこのマイナス1を使って、まあ、列基本変形でここを吐き出すということをすると、ここは00にできる。で、これは先ほどやったように、まあ、 正確に言うと013を010と003に分けて003の部分は00マイナス1とまあ定数倍なので対価性で消えるということでえこちらの方も同様に120となるわけですね。ということで010でこれをこう2を消してやるとでマイナス1を外前出してやるとこのように単位行列が出てくるので1になる まあこのような計算ができるわけですね。はい。これはもう少しわかりやすく、後で計算の仕方としてまとめていくことにします。